妖精の裸って初めて見ましたわ。意外と綺麗なお肌ですもんね。まあ私には負けますけど。何言ってんの、私の方がツルツルピカピカじゃない。胸だって私の方がでっかいし。何をおっしゃいますの、私の方が大きいですわ。私よ、私ですわ。無理して胸を張って大きく見せても無意味です。っていうかやめてください、触るの。先に触ったのそっちでしょ。やめましょう、無駄な体力を使うのは。せっかく温泉に来たのに疲れてしまいますわ。そんなことより、アリーさん、その後どうですの？記憶の方は。昔、女神様のおそばにいらしたって聞きましたけど。ああ、それ以上は全然。まだ思い出せなくて。そっちの方はどうなの？ヒューリー集めて、一体どうするつもりなの？だから言ったじゃありませんか。世界平和のためです。そんな建前はいいから、誰にも言わないからさ、本当のことを教えてよ。人間だもの、もっと他に叶えたいことあるでしょ。ベタに億万長者にしてくださいとか。違います、あなたが私の何を知ってるって言うんですか。そんなに怒らなくても。私の体には。おい、聞いたか今の姫。ええ、行きましょう。ちょっと待て、向こうは女湯だぞ。だいたい服はどうするんだ。こんな時に真面目になってどうするんですか。いいから行きましょう。あれはデススパイダーです。獲物を生きたまま巣に連れ帰り捕食する習性がある。ファング、ファングさん、見るな、スケベエッチ。いやー、来ないでくださいまし。 いえ、姿を見られたらお嫁に行けなくなってしまいます。ぐるぐる巻きで何も見えねえっての。いいから来い、あれ来い。ダメ、動けないよ。やべえ、あいつら食われちまう。僕に任せてください。リュシン、フェアライズ。了解、目標の脅威判定を認識、戦闘モードを発動する。やべえ、崖から落ちちまうぞ。下が川でよかったぜ。おい、大丈夫か、しっかりしろ。おい、やつらだ。アリなしでもこんなやつらなんぞには負けねえ。ファング、そう、ファングさん、ティアラ、無事か、ティアラ。ええ、ファングさんが助けてくれたからありがとうございます。なんだよ、らしくねえな。頭でも打ったか。初めてですわ、あなたが私を助けるために血を流してくれた人なんて。そりゃまあ仕方ねえさ。
一応仲間だからな。私なんかのために。だからよせって、急に塩らしくなるな。俺としてはいつものお前の方がずっといいぜ。ねえバングさん。なんだ。一つ約束してください。約束？何があっても絶対私のことを好きにならないって。なんじゃそりゃ。私も絶対あなたのことを好きになりませんから。喧嘩売ってんのか。いえ、真面目な話です。お願いです、約束してください。何言ってんだ、意味わからねえ。頭でも打ったんじゃねえか。ファングさんは何も知らないのです。私は、私の体には。ファング、ティアラー、ご無事でしたか、二人とも。ああ、なんとかな。さあ行くぞ、ティアラ。いやー、くっさくったー。久しぶりに満足したぜ。何が久しぶりよ。あんたはいつも食べ過ぎなのよ。少しはシャルマン様を見習ったらどうなの。僕は生まれつき小食なもので。さすがシャルマン様、生まれつき上品ってことよね。何が上品だ、こいつだって同じ人間だ。食ったらな、するもんだってするんだ。え、シャルマン様、そんなのするんですか。いえ、したことはありません。ほら、嘘つけ。まあまあ、よろしいではありませんか。そんなのしてもしなくても。ささ、行きましょう。おう、ティアラ、ゴチ。ほう、ご自分の支払いはご自分でお願いします。いつまでも私を当てにしないでください。ああ、わかってるよ、そんなことは。なんだ偉そうに。根性の腐ったお前が持ってる腐った金なんか誰が当てにするもんか。いいか、覚えとけ、二度と怒られてやらねえからな。その言葉忘れないでくださいね。ではお店の方、お支払いは別々にお願いしますわね。ありがとうございました。それではまずこちらの方から9800ゴルドをいただきます。おい、どうかなさいまして。何やってんのよ、財布なくしたとか。まさかね。マジで。マジだ。嘘、どうすんのよ、お勘定。お客さん、どうかなさいましたか。ああ、いや、そのなんだ。ティアラ、実は折り入って頼みがあるんだが。嫌ですわ、私のお金は腐ってますから。き、根に持ちやがって。こうなったら仕方ねえ。シャルマン、すまねえが。逃げ出しやがった。早っ。
ょっとあんた、どうも様子がおかしいが、まさか食い逃げするつもりじゃねえだろうな。ファングには前科があるしね。あれは誤解だっつったろ、しつけな。おほう、やっぱり常習犯ってわけか。こうなったら出るところに出てもらおうかね。はあ、ふざけんな。飯の一杯や二杯でなんて心の狭いやつだ。あんたの飯なんか食わなければよかったぜ。それはいけませんな。うん、なんだこいつ。何この変な生き物、ぬいぐるみ型の妖精。我が輩のことなどどうでもよろしい。そこの青年、我が輩はずっと見ておったが、お主が食ったのは1杯や2杯ではない、10杯ではないか。悪いのはお主に間違いない。謝りなさり。嫌だ。謝れば金は我が輩が払ってやろう。ごめんなさい。ほほう、素直でよろしい。よく見れば面構えもなかなかいけとる。いいの若いもんは。ピピンの言う通りです。どうぞ店の方、お代を受け取ってください。ありがとう変な生き物、お礼に教えてやろう。お前頭に剣が刺さってるぞ。若いもんが細かいことは気にするでない。我が輩が若い頃はそりゃあ豪胆に生きたものじゃ。昔は体に10本剣が刺さっとった。しかし全然気にせんかった。我が輩は強かった。そういえばモンスターを20体ほどいっぺんに相手にしたこともあったの。ピピン、もう誰もいませんよ。まったく一時はどうなることかと思いましたわ。今度から気をつけてくださいね、ファングさん。これもファング君の日頃の心がけが良くないのが原因というべきでしょう。いい加減大人になってね、ファング。てめえら、後で覚えてろよ。ところで青年よ。あ、また出た変な生き物。そこに落ちている財布はお主のものではないのかな。あ、本当だ。クソ、会いたかったぜ俺の財布。てかお店に入る前に落としてたのね。まったく不注意なんだから。まさにその通り。仲間たちに心配をかけてはいかんな青年よ。彼らの忠告を真摯に受け止め、人として正しい生き方をするよう心がけるべきであろう。大きなお世話だ。つうか人としてとかよくわからん生き物に言われたくねえよ。でも仕方ないわよね。私に会う前はコソ泥なんかやってたぐらいだし。うるせえな、そんなの俺の勝手だろうが。なんと、それはいかんな。そのように堕落した生き方、フェンサーの風上にも置けぬ。あまよし、決めたぞ。我が輩がお主に同行し、道徳というものをみっちり教えてやろう。あら、いいですわね、バングさん。ついでに礼儀作法も学んだらいかがかしら。悪くない考えです。そうしたらファングも少しはマシなやつになるかもね。てめえら、いい加減にしろよ。てか、おい、お前の妖精なんとかしろ。偉そうに説教しやがって。これは失礼しました。ですがピピンは僕の妖精ではありません。でも我が輩は妖精ではない、フェンサーなのである。はい、
そして私が彼の妖精で、名前はソウジと言います。え？これは意外ですね。どう見ても逆にしか見えませんが。人間見た目より中身が肝心ということだよ。もっと見る目を養うがいい。いや、だから人間じゃねえし。上辺の姿に惑わされぬよう、我が輩がしっかりと鍛えて死んぜよ。一度精進されよ。気にしてくれ。シャルマンに歯の浮くようなことでも言われて浮き足立ってるんだろう。ほっといてやれ。強くてかっこよくて紳士で、うちのフェンサーとは大違い。シャルマン様に資格なんてないわね。ネガティブ。シャルマンも万能ではない。弱点もある。弱点？朝に弱い。寝ぼけたシャルマン様？キャー、かわいい。寝起きに間違えて違う女性の名前を呼び、修羅場になったこともある。キャー、プレイボーイ。それ、キャーって言うとこか？それに、シャルマンは音程を取りにくい体質。つまりそれって、音…音痴ではない。音程を取りにくい体質なだけ。音痴って、自分で言ってるじゃねえか。シャルマンの歌声は超音波となり、周囲の物体を破壊する。ピアノを弾いてたわよね。あれは秘密の猛特訓の賜物。シャルマンの容姿でピアノを演奏できないことは許されない。いいかっこしいってことか。シャルマンは秘密の特訓を重ね、ピアノの演奏をマスターした。人知れず努力してきたってことね。やっぱり素敵。ま、努力家なのは結構なことだ。でも秘密の特訓だったんだろ。それをお前がバラしちまっていいのか。あ、あいつら何騒いでんの。妖精同士で親睦を深めているのでしょう。リュシンはこれまで他の妖精と親しくする機会がなかったので、いい経験です。案外お前の弱点を暴露してたりしてな。まさか。僕に暴露されて困る弱点などありませんよ。つうことで、
今日からこいつらが俺たちの仲間になる。ピピンとソウジだ。仲良くしてやってくれ。おう、よろしゅうに、色男。と、こっちの変なのが妖精やな。ワイの方こそ、仲良うしてや。うん、よろしく。おお、変わった妖精だね。これは興味深い。特に、頭に刺さった剣がセクシーだ。よろしくお願いいたします。ソウジと申します。ですが、僕はフェンサーではありません。我が輩がフェンサーなのである。そんなアホな。ほう、これは意表をつかれた。そういうパターンなのか。では、この生き物は一体。ワコードたちよ、修行が足りんぞ。目の前のものが何者であるか、フェンサーなら一目で見抜けるようにならんとな。我が輩の若い頃などはな、それはもうフューリーの争奪戦が混迷を極めていた。敵は悪逆無道のフェンサーだけでなく、正体不明のマジシャン、怪しげなエスパー、そして謎の生物で群雄割拠しておったわ。その中で頼れるのは己の腕、そして澄んだ瞳と正義の心よ。そもそもフェンサーには。ピピンの話が長くなりそうなので、お茶でも入れましょうか。おう、よろしく頼むぜ。ということで、ワコードたちよ、苦しゅうないぞ。足長。ああ、終わった。喉が渇いたな。水でも飲もう。これはティアラさんのカバン？こんなところにあっては不用心だ。届けに行くか。こんな時間に話し声。お願いです、女神様。どうか私の願いを叶えてください。この世がみんなの幸せな笑い声で溢れるように。そうすれば私もこの恐れから解放されるでしょう。ティアラさん、あなたと。さあ、今日も頑張ってフューリー探しに行きましょうか。おう、しっかり頼むぜ。あんたも頑張るのよ。おお、ロロじゃねえか。こんなところに来るとは珍しいな。うん、今日はいいネタ見つかったから、いつもひいきにしてくれるお兄ちゃんに教えてあげようと思って。本当に？あんたいい子ね。でしょ？だからお金ちょうだい。それがなきゃもっといい子なんだけどな。で、その情報ってのはなんだ？フューリーの場所でも見つかったのか？うん、だからお金ちょうだい。このお値段ね。相変わらず高えな。とか言ってもちゃんと払ってくれるんだよね、お兄ちゃん。だから大好き。はいはい、ありがとうよ。で、フューリーの場所はどこだ？回廊で見つかったって話だよ。強いモンスターがうようよしてるらしいから、しっかり稼いできてね。知恵の回廊。どうかなさいましたの、アリンさん。え、あ、ううん、なんでもない。それじゃあすぐに出かけようよ。
あれ、シャルマン様は？そういえば今日は姿を見てませんね。どこかにお出かけでしょうか？へっ、あんなやついらねえよ。とっとと出かけてサクッとお宝見つけしまうぜ。おい、ちょっと待ちなさいよ。もう勝手なんだから。相変わらずですわね、あの人は。あっ、ちょっと、どうしてあんたってこうガサツなの？うっせ、ゴミ箱にゴミ投げたからって怒るな。投げたゴミが外れてゴミ箱の外に落ちたのに、それを放置しようとしたから怒ってるんでしょ。お前はいちいち細けんなよ。見ろ、俺様のこのおおらかさを。いつ使ったのかよくわからん干からびたティッシュがゴミ箱裏から見つかっても全然動じない。おおらかじゃなくて大雑把って言うのよ。もうちょっとはシャルマン様の繊細さを見習ってほしいわ。あ、なんでそこにシャルマンが出てくるんだろう。正反対だから比べやすいの。強くて紳士的で知的でかっこよくて、彼は本当に理想的なフェンサーだわ。俺の方が強いしイケメンだ。はいはい、どうかしらね。あんたがシャルマン様を少しでも見習ってくれたら、ちょっとは見直してもいいんだけどね。お前、あいつみたいなのが好みなのか？え？好みとか別に。私はただフェンサーとして理想的って言っただけよ。別に。男としては？そりゃ普通にかっこいいし、ぼーっとなっちゃったりするけど。そっか、よかった。え、なになに、どういうこと？さっきのって焼き餅？しかもなんで私の男の好み聞いてほっとしてるのよ。これってまさか。いや、お前が単純だから悪い男に騙されんじゃねえかって心配してたんだ。は？ああいう気ざったらしい野郎に女が喜びそうなこと言われたらコロッと騙されるタイプだろ。パートナーが男に騙されたとあっちゃフェンサーとして恥ずかしいしな。これからも騙されるんじゃねえぞ、俺様の名誉のために。もう私じゃなくて自分の名誉を心配してたの？最低！もうちょっとドキドキしちゃった。私がバカみたい。あ？ちょっとキドキドってなんだ？誰も言ってないわよそんなこと。
さんって一体何なのでしょう。やぶから棒になんだよ今さら。いえ、抱き枕が。おい、順を追って話せ。なぜそこに抱き枕って単語が出てくる。あ、町の雑貨屋さんでピピンさんにそっくりな抱き枕が売られていたんです。そうすると改めてピピンさんの存在が不思議に思えてきてしまって。お前は細かいことを気にしすぎだ。ピピンはピピンでピピンでしかね。お、でもちょうどいいとこに相方が来たぜ。おいソジ、何かご用ですか。お前とピピンの出会いをちょっと聞かせろ。どう出会ったのかしりゃ少しは謎も晴れるだろう。あら、ファングさんにしてはいいことを言いますわね。俺はいつでもいいことしか言わねえ。ソージさん、本当はピピンさんは通信販売とかで送られてきたのではありませんか。ダンボールにフューリーが入ってたりしてな。お二人とも私の方が妖精だと忘れていませんか。何を話しているのかな。ああピピン、私たちがどう出会ったのかを聞かれていたのです。ほほ、昔話なら我が輩に任せるがよい。あれは我が輩がお若かりし頃、青き疾風のピピンと呼ばれていた頃のことだ。青き疾風？そんな柄じゃねえだろ。荒くれ者だった私はある時訪れた村で美しい娘と出会い。おい、この手の話は長引くぞ。俺は頃合いを見て離脱する。あとは頼んだ。一人で逃げるなんて許しません。きちんと付き合ってもらいます。そして私はフューリーを抜いてソージと出会ったのだ。早っ、終わりかよ。予想外ですわね。導入部分だけで1時間は行きそうでしたのに。これではますます謎が深まってしまいますわ。おい、ダイジェストでいいからもうちょっと詳しく聞かせろ。人間とは秘密を抱えて生きるものなのだ、若者。いや、かけらも人間じゃねえ、お前が言うな。醤油ね。おい、はいはい、ティッシュね。アリンちゃんすごいね。あうんの呼吸っていうのかな。ファング君のことよくわかってるんだね。別にそんなことないよ。ただなんとなくわかっちゃうだけ。それがあうんの呼吸って言うんだよ。やっぱりパートナー同士には他人にはない絆があるのかな。おい、どうした。あ、さっきから残念な顔で黙り込んで。ですわね。
わあ、でもちょっと快感。相変わらずわかんねえ趣味してんな、お前は。わからなくて結構です。だって私たちは他人なんですから。はあ、何言ってんだ。人間なんてみんな他人同士だろ。他人だからなんて理由でわかるとかわかんねえとか関係ねえ。関係あるのは一緒に過ごした時間だけだ。一緒に過ごした時間。長くいれば長くいただけわかるようになるに決まってんだろ。そう、そうですわね。私より長く一緒にいるアリンさんの方が分かっていて当然ですよね。あ？なんでそこにアリンが出てくるんだよ。いえ、なんでもありませんわ。そうか、ならいいけどよ。お前がずっと暗い顔してっとこっちまで気がめいってくれ。ずっとって、ずっと私を見ていたんですか？たまたま目に入っただけだ。何ですか、今の間は。とにかくだ。くだらねえことでうだうだ落ち込んでるくらいなら、なんかうまいもんでも食ってろ。そしたら元気になる。わかったか？ファングさんらしいですね。そうですね、これから同じ時間を過ごしていけばきっと近づいていけますわ。いらっしゃいませ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。